はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。今回はトップガンさんに来てます。ここでね、ちょっとクワガタの産卵セットをね、組むのをお願いしてるんで、ちょっとね、行ってみようと思います。こんにちは。こんにちは。どうも、今回はよろしくお願いします。おい、お久しぶりです。お久しぶりです。まあ、先週も来たんですけどそうだね。で、今回はちょっとここに用意してあるんですけど、はい、奄美のこぎりクワガタのね、成虫を前回のっていうか、先々週かな、イベントで購入したんで、そのね、セットを有名人のみっちゃんに組んでいただこうとどうかわかんないけど思います。でこれはあれですよね、かんちゃんが採集してきた。そう、これはかんちゃんが採集してきた、オスがワイルドで、メスがね、飼育品のね、個体ですね。え、そんなのある？そう、そういうのがね、一つあって、でそれをね、買わしてもらって、で買ったついでにね、ついでって言うとあれなんですけどね、買った記念で、みっちゃんとじゃあコラボしましょうっていうとこでね、ちょっとお話しさせていただいてね。なるほど。今回こんな感じで、コラボという感じに、ね、なったわけです。で早速ですけどね、まだ同居もさせてないんでね、よろしくお願いします。じゃあ結婚式から。結婚式からですね、ウェディングから。じゃあこれは産卵セットを先組んで、産卵と押すなごを縛って同居させるような形でいきます。はい、そんな感じでお願いします、じゃあちょっと一回これは蓋しておきます。はい、よいしょ、ちょっと待って、はい、どうぞ。いつもの爆山先生ですね。そうですね、うちはもうこの加水済みの爆山先生ってやつを、もう店頭で売ってるので、誰でもこうショーケースに詰めると産卵ができる。はい、私もね、だいぶお世話になってます。一回止めておきますか。はい、はい、それじゃあよろしくお願いします。はい、それじゃあ産卵セットを組んでいきたいと思います。うちは一応この爆山先生ってやつは加水済みで売ってるので、ショーケースに型詰めすると産卵できます。私愛用の爆山先生です、みんなもう来ると買って帰るので。そうですね、便利なんで、まあ、すぐ詰めると思うので。であとはこの転倒防止剤の代わりに、このクロマットって、このマットはね、バクテリア普通の発酵マットと違って、ちょっと菌が弱いっていうか、バクテリアが弱いのかな。で産卵木みたいのを割って、産卵木みたいなのを割って転倒防止剤で並べると、中に菌が回ってしまって卵をダメにしてしまうので、こういうネットを切って使います。はい、ちょっと待って、また車通る。はい、それではね、ガス済みってことで、ちょっと詰めていきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。はい、トップガンのライブを見てる人はよく見る光景かもしれないですけどね。これをシャギッと切って、シャギッと切って、たらこれをね、だいたい半分ぐらいを、半分ぐらい入れるとね、この8分目ぐらいの高さまで来ちゃうので、はい、こんな感じかな。止めとくかな。最初はこの半分ぐらいのマットを入れると、こういう感じ、8割ぐらいの高さまでマットが来るので、これを片詰めします。やっていきます。はい、また来ちゃったかな。よし、これを片詰めして、このよく見たすりこぎ棒でそう、混合力士棒、よく見た、本当によく見たこれコストパフォーマンスすごいですよね、こいつが稼いでるからね。こいつが稼いでる。さすがに言い過ぎな気もするけど、なんか言い過ぎとも言えないところがね、なんともね。どれだけ登場してるんだよ。そうですね。登場頻度すごいですからね。ね、で実際にね、YouTube でも登場するけど、店内でもすごい使ってるからね、来店者に。ね、でここまで来たら、はい、お、車が来ましたね。よし。はい。これね、ここを一握っといたまんま残り入れます。はい、
一握り握っとくのがポイントですね。ポイントです。あら出てこない。今日はいつもより嫌がってる。そうそう、こんな感じ。これが残ってます。はい、これが残ってますね。そしてまた縁側からこう詰めていきます。はい、爆山先生は4リッターですよね。そうですね、これ4リッターで詰めると、はい、あのここが3センチから4センチぐらい空いた形で、はい、あのちょうどセットがうまくできるので、ちょうどショーケースに合わせた容量ということですね。そうですね、さ昔は5リッターで詰めてたんだけど、はい、5リッターだと必ず余るので。あ、そうですね、はい、それで4リッターだと余りも出なくて、そうですね、はい、余っちゃうとちょっと余ったものの処理にも若干困ったり困んなかったりですからね。取ったりたくさん買ってる人はね、なんかに使うんだけど、取っておいても結局2ヶ月後3ヶ月後になるといまいち使い道がなかったり。そうですね、マットも劣化しますからね。でいつもこんな感じにします。はい、いつもこんな感じで、こんな感じで山を作っておいて、はい、そこだけねあんまり固くしてないんだよね、いつも、はい、でこれを残りを入れたら、あれ、うん、とあこれだこのね転倒防止剤に使うための網をカットします、ね、カットします。今のところもう一回行った方がいいかな。行きます。はい、転倒防止剤の代わりにこの網をカットします。これはね鉢底ネットってやつですね。はい、園芸用のやつですね。はい、鉢の底に引いて土とかを石を出さないで水だけを出すように引くネットですね。はい、これはねあのホームセンターで行くとでかいこういう薪のやつが売ってるので、あ、なんか業務用的なやつです ね。それの方がね比較的使いやすい、ちょうどこの網の場合はこれぐらいにするとこれの幅がこれぐらいになるので、ちょうど、はい、でのさっきの入れた、あら、あら電話が、これは止めるしかない。はい、いいですよ。このさっき残ってるマットでこの表面を平らにします。はい、でここにちょっとコブみたいに残しちゃったんだけど、あの完全に固めちゃうと上徘徊しちゃったりするので、潜るきっかけでどっか柔らかくしといたり、はい、しといた方がいいです。それで角はね固めとかないと角は固めやすいので、はい、あの周りは縁は比較的固めに詰めた方がいいです。真ん中をちょっと柔らかくした感じなんですね。の方が、うまく散乱しやすいので、はい、そう言いながらも結構ここでから潜ることが多いです。ああ、はい、そうですね、メスが行き詰まったとこから潜るパターン多いですもん ね。そうです、突き当たりのとこが落ちてるので、でもまあこんな感じでいきます。こんな感じで、はい、でここまでで一応散乱ケースの、はい、散乱セットは終わりと、はい、はい、でこれはね、オスの方が天然で、メスの方が飼育品ということなの で、 そうです、ね、一応交尾させないと卵が取れないので、はい、うちの場合はね安全策のためにオスの方を縛るので、はい、今から縛る作業をします。それではね、これオスは一応天然でメスが飼育品ということなので、はい、オスの顎を縛りたいと思います。はい、で今回はオスの顎を縛って同居させといて、はいはい、さっき作ってもらった産卵セットに入れるっていう形に、そうですね、はい、いう感じですよね。で両方がね同じ感じで完全に動いてるようだったら、はい、こっちに完全に同居しちゃってもいいんですけど、はい、ちょっとメスの動きがあんまりはっきりしないということなので、顎縛ったままこっちでペアリングみたいな形で、そうですね、しばらく置いといて、はい、って感じで、そうですね、はい、それやってください。はい、これかけてないと見えないです。そうですね、はい、いつ外したかも分かってない。よし、これはね、最初、ちょっと待って、車通ってます。戻しますよ。はい。最初、このね、魚みたいな形にして、はい、ここを通します。で、このでかい内心のところにかけて、これを締めて、はい、締めたらね、こっち側を、これ合わせてみると、ここら辺までくっつくので、多分3周、はいはい、3周ぐらい巻くとそこに追いつくので、ここを、フライヤーで持って、グリグリと。はい。クリクリっと巻きます。でこっちやりながら、これがちょうどここへ来るように。はい。
これがね、長くても緩くてもうまくいかないので。そうですね。はい。はい、この、相手側の内緒を抜けてね、抜けてきちゃうので、この距離を合わせてやってください。はい。で、こっちをまたくるくるっと締めると、こう出来上がります。はい。いらない部分をカットして、あ、なんかうるさいの来ちゃったかな、ちょっと待ってよ、ちょっと待ちますか。それではこのね、残ってる部分を切りたいと思います。はい、あまり短く切っちゃうとほのけちゃうので。そうですね、これぐらい、ちょっと長めですかね。はい、はい、5ミリぐらいでカットしてこういう形にします。ちょっとね、最初嫌がるけど、あの1回ゼリー食べたりするともう忘れちゃうので、はい、一応これでいいと思います。これで一応 ね、あの、お家へ帰ったら、この仕切りを取ってもらって、はい、様子見てもらってから、こっちへ投入してください。はい。今回はだからそういうやり方なんですけど、もしくはこの産卵ケースにメスを入れて、メスが餌を食べに来たのと同時にお醤油投入するって形も取れます。そうですね。そのまま一緒に入れちゃうパターンですね。はい。はい、それでは今回はこんな感じですかね。はい。はい、ですね。はい、ではね、奄美のコギリクワガタの、あの、顎縛りと、この産卵セットを作りました。はい。今回はね、あの、僕、1ヶ月に1回ぐらいのスペースですかね、で、トップガンさんに伺ってるんですけどね、まあ、そこそこもう、ね、2、3年通ってるんですかね、そのくらいでね、あの、YouTube もやってるのになかなかね、コラボもせず、ね、やってたんですけど、今回ね、たまたま、あの、こうやってね、コラボする機会をね、いただけたということでね、あの、ありがとうございました。いや、こちらこそ。またね、あの、今回産卵セットなんでね、はい、あの、またどっかで、アマノコの動画ないし、いろんなね、他のクワガタのね、動画とかで、ね、また一緒にできたらな、それもね、あの、YouTube やってる思い出になるんで ね、あの、いいかなって思います。まあ、ある程度 YouTube もやっていくと日記帳みたいなもんだしね。そうですね。うちなんてね、趣味人気なんでね、別に。そう書いてあるわ。そう、書いてあるんですよ、実は。実はそうなんですよ。うん、本当にね、でも YouTube はある程度日記みたいなものだななんて思うよね。そうですね、あの、ブログをやるか YouTube をやるかみたいな、うん、そんな感じでね、あの、僕もやってますんでね、うん、またね、あの、みっちゃんさんのとこ来てお話しするでもいいし、また、はい、あの、動画をね、見るでもいいしって感じで、うん、あの、うちのね、あの、チャンネルもトップガンさんのチャンネルもね、あの、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは今回はね、こんな感じで終わっていこうと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは、サラダバー。はい、また次回。楽しみに。ということでですね、今回の動画はね、トップガンさんとのコラボっていう形でね、出させていただきました。結構ね、忙しい日でね、当日はね、なんかあの、ちょっとしたね、マラソンみたいな、マラソンのイベント、何なのかな、タコの浦から、富士山の頂上まで走るっていうなんかイベントみたいなのがあったみたいでね、結構ランナーの方とかもいっぱいいたんですけどね、そんな忙しい中でね、人もいっぱい来る中でね、結構あの長い時間かけてね、やっていただきました。あのね、みっちゃんさん本当にありがとうございました。で、またね、来週以降もね、うちのチャンネルもね、トップガンさんのチャンネルもよろしくお願いしますっていうことでね、今回は終わっていこうと思います。